私は25歳の会社員、アキと言います。一人っ子で両親と実家に住んでいるのですが、それは父親が結婚するまでは家を出さないという方針だったため、片道2時間ほどかけて職場に通っています。横暴な父親は私と母にはでかい態度で家族を見下すものの、外面だけは良くて近所の人に優しいお父さんで羨ましいと言われるたびにモヤモヤしていました。とにかく横暴な父親で、この年で門限もあり、門限を過ぎると怒りの連絡を受けることになるのです。今何時だと思ってるんだ、時計も見れんのか。ごめんなさい、残業で遅くなったの。言い訳は聞いてない、母さんが甘やかすからこんなことになるんだ。ねえ、私もう25歳よ。我が家の戸籍にいるうちは俺のルールに従え。結婚したくてもお父さんが出会いを邪魔してるって思わない？なめた口聞くな。モテないことを人のせいにして、お前みたいな女は男から振り向きもされないだろう。可愛げがない。娘に向かってひどいよ。可愛がってもらえたきゃもっと謙虚さを覚えろ。門限くらい守れ。仕方ないのよ、仕事なの。何時間もかけて行くからだろう。近くにも仕事はある。余裕を持って通える範囲に就職しないからこうなるんだ。近くに働きたい企業がなかったのよ。わがままが過ぎる。選べる器か。好きなことは仕事にするな。めちゃくちゃよ。お前が低能だから教えてるんだろ。母さんみたいに俺の言うこと聞いてろ。誰の金で育ったんだ。誰の金で大きな家に住めてる。それは感謝してるけど。これだから娘は役に立たないんだよ。その話はやめて。お前が男なら嫁をもらってこの家任せられるのに。年金も全部お前らの生活費だ。私は家に給料の半分は入れてるのよ。たかが半分でいい気になるなよ。母さんもお前しか産めなかった無能、お前も結婚できない無能、無能親子だな。そういう言い方やめてって言ってるよね。無能が一丁前に怒ってやがる。無能に怒られても怖くもないね。そんなに嫌なら出て行かせてよ。無能が出て行って何になる。人様に迷惑かけるだけだ。一人で生きていけないよ、無能だから。父のこのような発言にはうんざりしていました。以前は仕事で忙しいのであまり顔を合わせることもなかったので我慢できましたが、数ヶ月前に長年働いていた職場を定年退職したことによって暇になったのか、言動はエスカレートしていき、朝から晩まで母をいびり、飽きたら私にターゲットを変えるクズモラハラ男になっていたのです。私よりも母の限界に近かったので私は反撃を決意しました。日曜日の朝っぱらからどこにいるんだ。出かけるなら場所を申請しろと言ってるだろ。母さんも一緒なんだろ。何やってるんだ、連絡くらいしろ、無能が。何？なんだと？偉そうな態度取りやがって。どこにいるんだ。家だよ。どこにもいないだろ、ふざけるな。だから家だって。私とお母さんの新しい家。何バカなことを言ってるんだ。今日からお母さんと二人で暮らすことにしたの。聞いてないぞ。言うわけないでしょ、あなたのようなモラハラ男と一緒にいたくない。あんたが定年退職してから辛労でお母さん8キロも痩せたのよ。家でゴロゴロしてるだけの無能だったから痩せれてよかったじゃないか。本当に最低な人ね。どこにいるか知らないが、すぐに帰って朝飯作れ。洗濯もしてない、家事しかできない無能なんだからちゃんとやれよ。ご自分でどうぞ、私たちは一生その家には帰りませんから。結婚するまでは自由にさせないからな。俺の戸籍に入っているうちは自由は許さん。おっさん、テーブルの紙見た？離婚届置いてあるよね。もうあんたの名前書くだけだから。こんなもんにサインなんかするか。あんたがしなくても弁護士立てて離婚訴訟を起こします。
勝手なことばっかり言いやがって。無能なお前らに何ができる。俺は一家の大黒柱だぞ。無能無能って言ってるけど、私あんたの退職前の年収の倍は稼いでるから。嘘つけ無能女が。あんたとのやりとりでの暴言、家につけていた監視カメラであんたのモラハラの証拠できてるから。モラハラなんてしてないだろ。お前らが無能なのを憐れんで教えてやってたんだろうが。そうですか。申し訳ないですが、あとは弁護士同士で話し合いを進めてください。弁護士ってなんだ。どうなってる。電話に出ろ。母さんを出せ。これまで食わせてやった恩を忘れたのか。これ以上必要な行為をするとお宅が不利になりますよ、無能さん。親をバカにするな。案の定、脅しとも取れる文章をその後も送ってきました。当然保存して弁護士に渡しています。父の言動は DV に当たるとして、離婚は無事に成立して慰謝料ももらうことができました。私は会社の近くにマンションを借りて母と一緒に住んでいます。結婚を前提としてお付き合いを始めた彼氏もできました。母は自分で稼ぎたいとパートを始め、笑顔が増えました。ようやく充実の日々を取り戻すことができたのです。その後の父については知りません。興味本位で一緒に暮らしていた家の前を通った時には、あの家は売りに出されていました。外見だけは良かった父は、近所の人に妻と娘に逃げられたことを知られたくなかったのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。